勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで1週間始まりまして、2日目ということで、九州方面、こちらの方面は台風だぜって感じですかね。はい、お疲れ様でございます。皆さんの地下いかがでしょうか。とりあえずですね、風はまあ吹いてるんですけど、雨は別にって感じですかね、今ね。まあ、ここだけなんかもしれないですけど。この前の休みの時に、高島屋さんって農家っていたところの、まあ、これも福岡県になるんですけど、まあ、ちょうど北九州市と福岡というか、まあ、あれどっちなるの、クラゲとかあっちの方なのかな、のところになるんですけど、風吹いてましたね。今から吹くとかな、どうなんやろうって感じですね。なんかビビるほど今んとこないって感じですかね。で、昨日ちょうど帰ってきて、庭の植物たちのところに、ね、置いてあったちょっとまあクリアーケースって小物入れみたいなやつに水を張ったやつがあったんですけど、それがなんかバラーンって焦げてたんで、これは風なのかと思って、まあとりあえず用心した方がいいねと思って、花壇にあるホロメロイドね、何ですか、ラメリーだとか、あとは何だったっけ、カクチテスとか、まあ絶対こけるよねとか、ボッセリとかね、をちょっと移動させたんですね、下の方に。中に入れんのかいって話ですけど、まあとりあえずレンガで囲まれてるのでね、オオカミが今回では、まあ、オオカミが来ても大丈夫やないかと思って、3匹の子豚やないかいっていう話なんですけど、まあ、しょうもないね、ごめんなさい。はい、で、それで、オペルクリカリアドカルっていうのは、ご存知ですよね。私がこう、いつも毎朝ポストするときに、キラッと見える木の枝みたいなやつがあると思うんですけど、まあ、ちょっと動かそうと思ったら、あれと思って、なんと、花壇にもう根を張ってたんですね。びっくりして、ブリブリっていってしまって。あらーっていう感じだったので、もう急遽、なんか変な時間やったんですけど、昨日ポストあげましたけど、4号鉢にインしました。植物道のやつがちょうど4号鉢あったので、それをインしましたですね。まあ、ちょうどよかったかなとか思いながらですね。はい。またこんな台風の時にするんかいっていう話ですけどね。はい。でも全然、もうしょうがない。そこに植物があるから、俺は植え替えるんだとかね、わけわからんことを言うとりますが。はい。今日のこちらの方面はですね、結構雲は厚い。まあ台風とか、まあ当たり前なんですけど、で、パラパラ雨。はい。で、車は今日火曜日なんですけども、ガラガラですね。今日みんな結構休んどんじゃいます？なんかそんな感じがしますね。でも風強そうですね。大きな木が揺れてますね。なんかあれですよね、バンキシャの吉野さんまだ一人でやってましたけど、倒木っていうかね、木が倒れてましたよね。はい。で、なんか水面とか言って、水面とか言っておりましたね。ね、なんかチャンネル、トムキャット歌っておりましたけど、なんでって言ったら、水面が浮上させたんだという、なんかもう意味わからんこと言っておりましたけど、はい。とりあえず朝歌で、トムキャットチェイスさせていただきました。まあ、ネタがないときは大体そんな感じです。吉野さんの歌とかね、そんな感じでやっております。さて、明日はとりあえず休みなんですよね。とりあえず休めると思うということで、明日はなんか天気回復するとかなんか言っておりましたですよね。はい、よっしゃ、じゃあこの続きはまた後です。パキポキ、パキポキさんの前引き続きです。ということで、こちらの方で風が強い、まあ、雨パラパラの風が強いですね。今日はやっぱね、当たり前なんですけど、鳩だとかスズメとかツバメとかがなんか風に流されてピピ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 ピってとか言ってるのありますけど、カラスのクソ野郎おらんすよね。あいつらどっかでも賢いから、もう午前中、
台風やけん、ちょっとおとなししとこうやとかって言って、たぶんしてたと思うんですよね。はい。お貴様も、もうメダカ食べに来んなよとか言ってるんですけど、メダカとか食っても、そういうお腹いっぱいならんやろとかってね、やっぱ思うんですけどね。あーどうなんでしょうね、ほんと。よくわからんわ、カラスの腹事情なんかね。あまあ、どうでもいいけどって話なんですけどね。さて、昨日なんか変な時間に A さんがなんかライブ始めてましたね。もう内容もほぼほぼちょっとわかんなかったんですけど、もうとりあえず下ネタぶっ込んでからもうスーッと消えましたけど、やり捨てそんな感じ、やり捨てを思い出しました。昨日昨日やったかな、おとついやったらですかね、アンルイスで、六本木真珠のね、ちょっとこう動画をストーリーで流してたんですけど、上がるときはやっぱ吉川晃司大好きだったみたいですね、アンルイスのことがですね。はい。で、アンルイスはもう皆さんご存知のように、黒田雅宏さんという方と結婚してということで、まあ、黒田さんも亡くなられたんですけどですね。はい。で、吉川晃司がもう本当熱烈にもう大好きだったんですけど、アンルイスの手のひらで、踊らされて、もう何ですか、はい、遊ばれて終わったら、もうなんか やり捨て工事、されてしまったみたいですね。はい、残念。普通逆ですけどね。はい、翻弄されて終わった男工事みたいなね。はい、残念やなとかちょっと思いますけどね。だってさ、PV っていうかあれみたいけど、なんか全然ダメやんって感じですよね。なんかもう吉川工事やっぱ若かったやなって、今は多分違うと思いますよ。ね。布袋寅泰とかと、なんですか、震災の時のライブ、復興ライブみたいな感じで、なかなか歌い出さない B マイベイビーとかね、うん、その時のたまたま見たんですけど、面白かった、久々の、結成、コンプレックスとか言って、へーとかって見えたらね、B マイベイビーって、うわ、B マイベイビーとかで、B マイベイビー、B 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 マイベイビーって歌わないよみたいな、なかなか歌い出さないかいとかで。昔のバンド、ボーイもそうなんですけど、ボーイは特にそうやったな。もう、オープニングは長いっすよ、ほんと。でもやっぱコンプレックスが一番長いと思う。なかなかスタートしないんですよ。オープニングでもう、10分以上は絶対使っとるよね、あれね。なかなか歌がなんで、前奏はそんな感じやけど、歌わないみたいな感じですね。なんかそんな感じがしましたけど、懐かしいですね。はい、あの時が良かったっすよ。ねえ、戻りたくはないですけどね。はい、また勉強とかせないかんか、めんどくさいですね。はい。今はハッピーです。ありがとうございます。ってことですね。はい、じゃあ、明日水曜日ということで、すいません、私、お休み多分いただけると思いますので、お休みしようと思います。また明日も、皆さん、週半ばということで、ザナーミルです。で、ぜひ頑張ってくださいね。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけねじー。このイカれた時代へようこそ。君はダンボイ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 ダン、どこもかしこも傷だけうずくまってない、とても始まらないから、ダンボイ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 ドゥ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 、時はまさに世紀末、よどんだ街角で僕らは出会った。